何かのきっかけで封印の力は目覚めるかもしれない。やつが目覚めた。真珠に乗り込んで薬剤を打つ準備だ。なんかまだインパ様と話しかできるな。なんだろう、インパ様、記憶は戻っておらんかもしれんが、そなたは一度キャツに敗れておる。しっかりと身支度を整えねばならんぞ。はいはーい。あ、いろいろ聞けるじゃん。聞いてみよう。四神獣、それは厄災ガノンに倒された4人の英傑が操った古代シーカーの兵器のこと。ゴロン族ダルケルが操った神獣はルーダニア。リト族リーバルが操った神獣はメドウ。ゾーラ族ミファーが操った神獣はルッタ。ゲルド族ウルボザが操った神獣はナボリス。神獣たちの力なくしてガノンに立ち向かうのは困難を極めるじゃろう。100年前ガノンに奪われてしまった神獣に乗り込み、再び我らの手に取り戻すのじゃ。神獣たちの手がかりはハイラルの各地に住む4つの部族のもとにあろう。おお、目的地が出た。シーカーストーンの光がそなたを導いてくれよう。その場所にいる部族の多さに会ってくるのだ。はいはーい。我は語ることしかできぬが、語れることは何でも語ろうぞ。記憶を取り戻したいです。ゼルダ様の記憶はそなたの記憶でもある。写し絵の場所を訪れれば記憶を取り戻すことができるやもしれん。すべてを巡ることができたらまた戻ってくるがよい。はいはーい、ありがとうございました。懐かしいのう。100年前もそなたはその英傑の服を毎日着ておったでのう。まるであの頃に戻ったようだわい。リンクよ、姫様を、ゼルダ様を頼んだぞ。多分100年前の英傑のリンクはね、勝てない相手に挑んで身ぐるみ全部剥がされるようなことはしなかったと思うんだよね。どうしよう、武器が、あれ武器、あれ盾はもうなくなっちゃってるけど、武器だいぶ取り戻してるじゃん。やったー、嬉しい。盾がなくなった以外、武器は全部取り戻してるくない？こんなに武器生き残らしたままだったっけ？嬉しい。じゃあ頑張ろう。で、目的地がいくつか出ましたね。そうだね。まずはこの、ここに向かおうか。一番近いし。アラブ平原を北に抜けていこうかね。やったー、一気に2匹も倒したぜ。上獣肉やったね。初めて獣を狩れた気がする。実績解除だわ。あんなところにお花生えてると気になっちゃうな。ん、何だったんだ、消えちゃった。あれ、なんだあれ、ん、お花どこ行った。え、お花消えちゃった。あ、いた。上にいる。頑張って追いかけよう。なんだろうこのお花。あ、花が白くなってる。おお、これもコルグだったんだ。うわ、見つかった。ありがとう。まったねー。こんにちは。おお、鼻音を聞かれてしまったか。俺はゲーラック。自分探して全国を旅してるんだ。今はゾーラの里を目指してるんだが、迷子になっちまって諦めたところさ。なんか北の塔の方から声がしてたけどよ、ルテラー川を越えるのは至難の技だぜ。ゾーラの里？ゾーラの里はゾーラ族で構成されたラネール地方の町さ。しかしルテラー川を越えるのは無理だぜ。なかなかたどり着けないから行くのを諦めたよ。他に聞きたいことは？北の塔というのは？ここから北に進めばルテラー川を挟んで向こう岸にでっかい塔が見えるぜ。あのてっぺんから声がしたような気がするけど、誰かいんのかな。
他に聞きたいことは、ルテラー川って何ですか？ルテラー川はラネール地方でも一番太い川だな。あれを泳いで渡るのは命がけだぜ。あれより北に行きたいなら、西のデュエス島まで根気よく歩いて迂回するしかねえかな。なるほど、デュエス島に迂回する必要があると。了解しました。あのシーカータワーにまっすぐ行けないってことなんだよね、多分ね。あー、やっぱミニマップに水辺が見えますね。これがルテラー川ですか。まっすぐ行きとなったら、なんだっけ、西ってこっちか。西の島を渡れみたいに言ってたよね。こっちから行けばいいのかな。あ、でもあそこ道つながってるっぽいかな。回り込んでいくか。いや、まあ普通に氷の柱使ったら渡れそうな気はしてるんだけど、まあせっかく案内されたので案内通りに行こうかな。うわぁ、なんだあれは、沼地なのかな。ここ普通に飛んで渡れそうだな。回り込むよりも、あ、待って、でもあそこ祠あるじゃん。あの祠マップピンしておいて、でどうする、あそこにも祠がある。どうしよう、祠2個渡ってから行こっか、どうせ通るんだし。もうこっから飛び降りてあそこの祠に直接行っちゃおっか。うわっ、ガーディアンが動いてる。うわ、マジか、もういるのかよ、怖っ。バレないように行かないと。やばい、ガーディアンにバレた。嘘やろ、早く逃げないと。危ねえ、急がないと急がないと。来てる、いや追ってきてるな。やばい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 、早く逃げよう。あ、もうこんなタイミングで正面にも敵が。ガーディアン来てない？怖いんだけど。うわい、リザルブーメラン、ブーメランだったのか。まだブーメラン使ったことがないんだよね。はい、では、何の祠だっけ、ダルなんとかの、ダルタスなんだっけの祠に行っていきましょう。ダタクス、ダタクスね。祠を訪れし者よ、我はダタクス、女神ハイリアの名に騎士に与えよう。沈んだ救い手。沈んでるね。どうすればいいんだろう。こいつらを。いや、どうしようもないな。水の中で何かできるようにならないと。違う、氷柱だ。持って、こん中投げ込めばいいんちゃうか？だよね。どうやって投げ込むんだろう。ここに置いて、ここに置いて、あ、どうだどうだ。オッケーオッケー。それで、起爆。あん？どこ行った？こっち側に飛んできたのか。このやり方でうまくやればいける気がする。いってて。ダメだ、わかんない。これ崩せないかな。ダメだな。あの中に入れなきゃいけないのはわかるのに、入れ方がわかんないや。実はマグネキャッチできるとか？そんなことないか。あれ？何これ？マグネキャッチできるやつあるじゃん。これの中に入れればよかったのか。持って、入れて、マグネキャッチして、
はい、落ちた。おい、開いた。なるほどね、こうすればよかったのか。はい、じゃあ行きましょう。ここでは何をどうすればいいんだ。見るからにここに入れれば良さそうだな。あれ違う、今度はどうすればいいんだ。あのスイッチギミック前にも見たことある。あのスイッチギミックどうすればいいのか知らないんだよね。せっかく一個難題をクリアしたと思ったのに。これ持って押せないかな。奥に移動。あ、押せそう。こうしてやめてみる。あ、押せた。おお、やった。で、押せましたので持って、あん、蓋が閉まる音がしたな。理解したぞ。置いておかなきゃいけないわけね。よし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 、オッケーオッケーオッケー。ほいで、こいつをちょうどいい位置にずらしてやめると、押し込んで穴が開いてスイッチ押されて、おう、水がなくなった。いいねいいね、進めてる。あれ、祠の終わりじゃん。この祠って宝箱はなかったのかな。まあいいや、祠クリアだ、嬉しいね。試練を克服され、よくぞここまで。まごうことなき勇者、試練の証ありがとうございます。我が役目は終わる。ハイリアの加護があらんこと、お疲れ様でした。また雨降ってるよ。お、なんかいる。何あれ、何あれ、なんだあいつ。メルヘンなのがいる。コポンガムラート。リザルボー、ありがとうございます。リザルフォスの骨、ほう、ありがとうございます。怖いなあれ、なんだ。あ、バレちゃった。こいつ消えてるけど、やばいやばいやばい。これを切って返せばいいんだろう。ゼルダの伝説ならそうに違いない。降りてきた、今だ。逃がすな逃がすな。逃げた。どこ見とんねん。やばいやばいやばい。水の中であいつと戦うのは良くないっていうか、ということが分かった。降りや。逃げるな逃げるな。こいつ顔がオーガポンみたいだ。いい、倒した。エレキロッド、ハイラル丘陵で落雷を宝珠に封じ込めたと言われる魔法の杖。電気の弾を発射できる。へえ、すごい、魔法の杖も手に入るんだ。使ってみよう。いい、おお、楽しい。うっしゃ、これしばらく使っていこう。魔法使いリンクの登場だ。え、めっちゃ敵の陣地みたいなところになってるけど、何ここ、怖いな。後でどうにかするとして。あー、ボコブリンが野営してんのか。野営というか、何ここ、湿原の駐屯地跡。へえ、こんにちは。まずは弓兵を落とす。うわ、待って待って待って、何した。
危ない弓を振りますんじゃない。怖かった。こんにちは。敵側とはどれくらい集まってきても大丈夫。うぃ、あ、マジだ。ほれほれ、一匹ずつなら大丈夫。上を取ってる時点で俺の勝ち。いててててて、待て待て、大剣持ってるあいつ。おりゃー、カブト割り。いててて、ちょうどいいからこれもらおう。よしよし、やっぱ敵が一点に集まってて、てか一点からしか来ないと楽だね。安心安全というか。あそこの祠に向かいましょう。ん？おお、そこの人誰？どこ？あーい、こっち、こっちであります。あらあらあら、埋まってる。あ、ゾーラの人じゃん。こんにちは、どうしたの？こんなところで。うん、突然お呼び止めしてすみません。私はゾーラ族のレトーガンと申す者であります。あなたをハイリア人とお見受けして声をかけたであります。今ちょっとだけよろしいですか？まあお聞かせください。ありがとうございます。あそこの山の上の塔見えるでありますか？はい、この後行く予定ですね。あの塔の北側を流れるゾーラ川の上流ダルブル橋に行ってほしいのであります。なんで？今あなた、なんで俺がって思いましたね。いや、俺がかどうかはどうでもいいんだけど、なんで行かなきゃいけないの？まあ誰だって通りすがりのゾーラにいきなりこんなこと言われたらそう思いますよね。でもこれあなたにとって絶対お得な話であります。なんとゾーラ族のシド王子が強いハイリア人を探しているのであります。ほう、シド王子のお願いですから、おそらく褒美もなので、ゾーラ族の上流ダルブル橋のシド王子を訪ねてほしいのであります。ちょうどよかった、こっちもゾーラ族の王さんに用があったので。なんかいるよ。あ、これ投げてみようか。ほい。あ、強っ、めっちゃ嬉しいね。ありがとうございます。じゃあちょっと私あっち行ってますね。ほい、ギリギリセーフ。え、かわいそうに、トゲの中に羊が。これどうやって入ればいいんだ。めっちゃトゲまみれじゃん、せっかくここまで来たのに。ほい、ダメだね、壊せないね、やっぱり。燃やせないのかな。今ちょっと雨降ってるけどさ、天気予報はどんな感じですか？止んでくれると嬉しいんですけど。空模様、あ、止んでくれるもんだね。ありがとうハイリア様。じゃあ行きまーす。ほい、燃えねえじゃん、炎の矢返してよ、もう。じゃあしょうがない、塔に向かうか。あの塔もしかしてさ、ガノン軍団に占拠されてないか。あ、誰か来た。敵の騎兵じゃないと嬉しいけど。こんにちは、ドクロ型の池。我はミステリーハンター、名前はゾローナ。今最も気になる謎は魔物屋だ。現れるのは決まって夜、ドクロ型の池の近くで見た者がいる。一体何者なんだ魔物屋。現れるのは決まって夜、ドクロ型の池の近く。ドクロ型の池ってどこだよ。マップ開放されたらわかるかな。こんにちはカニさん。頑張りガニ、雨が降ると大量に現れることで有名。へえ、頑張りゲージを回復、嬉しいね。じゃあ今しかいないんならいっぱい捕まえておこう。こんにちは、あなたは誰？さあさあ買った買った買った。私のバナちゃん見てらっしゃい。黄色に色気づいた頃、一皮むけば雪の肌。味は夢か幻か。さあさあ買った買った。真面目のバナちゃんだ。剣バナナ。へえ。甘くて美味しいバナナちゃんだよ。ありがとう。いいです。お兄ちゃんまたよろしくな。なんていうのは真っ黄色の嘘。あ、お命、なんだと？お前、シーカー族じゃなくて、なんだっけ、名前忘れちゃった。悪者だったのか。来いや、おら。いい、当たった。今のうちに、見ちゃうとこれじゃない、これじゃない。雑魚が。そんなもんか。
ああ、はい、バナナももらった。ラッキー。目的地的にはここから回り込んだ方がいいのかな。やだなー、敵の巣に入るの。あれ、ゾーラ族じゃん、ここ。おお、お主。ここがゾーラの村なの？ここ、ここである。なんだ、てっきり悪者の町かと思ってたけど違うんだね。おお、お初にお目にかかる。私はゾーラ族のタッカと申す者。お主、ハイリア人ではないか？そうです。ハイリア人だろう？いや、間違いなくハイリア人である。実は今、ゾーラ族の王子、シド様が訳あってハイリア人を探しておられる。今は何も聞かず、シド王子の噂、ダルブル橋に会いに行ってもらえぬだろうか。無理にとは言わん。いや、無理にでも行ってほしいな。決めた。無理にでも行ってくれ。なんだこいつ、押しが強いな。シド王子の おられるダルブル橋は向こう。ここから東のゾーラ川の上流、あの塔の近くである。ハイリア人、頼んだぞ。まあ私もちょうどシド王子とやらに用があるはずなので行きますけど、塔に寄ってからでもいいですかね。これがゾーラ族の村なんだ。こんなんね、原神で見たらヒルチャールの村みたいな、ヒルチャールの駐屯地みたいな感じだけど、こんなに骨ばっかり使って。めっちゃ思った以上に流されるな。よいしょ。ビリビリだけ。ゲルド地方でよく見かけるキノコ。じゃあちょっとゲルド地方が近いんだ。もうちょい上に行ったら、もうちょい北に行ったら砂漠かな。こんにちは。いい。はい、どうしてくるのかな。頭狙いがうますぎる。頭狙いがうますぎる俺。そしてあいつらみんな水の中落ちてるし。いけるー。あ、死んだな。よしよし。氷の矢、氷の杖だ。欲しい欲しい。あんな下まで落ちてっちゃったよ。どうすんだあれ。下まで俺降りたくないから早く帰ってきて。そうそう、えらいえらい。受けるね。あら、顔に当たったんだ。あー、そんな下まで俺の氷の杖が。うわ、なんだ、びっくりした。お、こっち来る？登ってきてくれてありがとう、俺のために。ういしゃー、アイスロッド、これが欲しかったんだ。あんな擬態してるけどバレバレじゃん。シュメル系みたいになってるじゃん。いい。いて。危ないよ。もう目の前じゃん。こっから登ればいいのか。よーし、やっとここまで登ってきたな。ラネールの塔到着しました。上に行こう。